はい、じゃあ時間も押してますので始めさせていただきます。開発合宿というものについて話します。株式会社ハテナの大西です。よろしくお願いします。はい、まず自己紹介させていただきますと、大西です。株式会社ハテナで、チーフエンジニアというのをずっとやってたんですけど、最近サービス開発本部長というのになりまして、ご存知の方もいるかもしれないですけど、最近、うちの会社で社長が交代するっていうのがありまして、それのおこぼれ人事みたいな感じでついでに出世したはい感じですので、でもサービス開発を取り仕切らせていただいておりますので、ハテナに採用興味ある方とかぜひお声掛けください。よろしくお願いします。一応パールのモジュールも昔は書いてたんですけど、最近は特に活動してなくて、ちょっとこの場に立って喋るのは申し訳ないなみたいな感じでございますが、開発合宿ってあれ飛んだ、はい、開発合宿っていうのはダメだ、はい、開発合宿とは温泉やリゾート地などのホテルや旅館に出向き合宿のように寝泊まりしながら集中的にソフトウェア開発をする行為のことというふうに Wikipedia にウィキワードがありまして、はい、僕も、はい、さっきググって知ったんですけども、この、はい、ウィキワードが2007年にできてたんですね。でハテナは2005年から開発合宿を始めて、これは結構うちの会社古くからやってるんじゃないかなと思って、Google でその、公開時期の範囲を絞って2005年ぐらいで検索するとほとんど出てこないんで、これはもういわばうちが開発合宿を始めたオリジンなんじゃないかぐらいな感じでの気分になったんで、気分よく今回お発表させていただきます、はい、というわけで株式会社ハテナなんですけど、ハテナブログやハテナブックマークなどなどを作っているパールの会社です。あ、今回パールっていう言葉はほとんどもう出てこないんで名残惜しんどいてください、はい、だったんですけど、最近マカレルっていうサーバー管理のソフトウェアを作っていまして、このマカレルはスカラート5で書いてて、今日もスカラの発表とかあったんで、パールとスカラート5の会社になりましたので、よろしくお願いします。はい、ということで、代表的なサービス、マカレル、ハテナブログ、ハテナブックマークなんてありますけど、このハテナブックマークっていうのは実は、開発合宿で作られたサービスなんですね。ハテナブックマーク、ご存知の方いらっしゃいますか？すごい。ありがとうございます。はい、ハテナブックマークがリリースされた経緯を見てみますと、このようになっておりまして、2005年の2月5日に合宿をやろうぜって、当時社長のジェイコンドが言い出して、で次の日に合宿に行ってですねで3日間の合宿を経て、で帰ってきて社内にこんなの作ってよって出して、その翌日にはユーザーさん向けにベータリリースをしたので、そもそも合宿を企画した時点では何を作るかも決めてなかったので、そういう意味ではなかなか、2005年のウェブはスピード感があったなという感じです、はい、でその当時の貴重な写真が残っていますのでお見せします。この時はこの写真を撮ったのがジェイコンドなので、4人で合宿に行ったんですね。僕と、誰だ、伊藤なんとかっていう人なんですけどという人と、もう一人エンジニア、近藤も当時プログラムを書いてたんで、エンジニア4人で合宿に行ってきて、好き勝手やって会社に持って帰って、もう出すぜウェイって感じで出しちゃったみたいな感じですね。もう一枚、これも伊藤なんだったかなはい、今日はなんか変なスライドを書くと伊藤直哉さんに怒られるらしいので、公開する資料からこのスライド削除しとこうかなまあこんなタオル巻いてヤンキーみたいな格好をして、これも9年前ですからね、当時若かったなという感じですけども、はい、そんな感じです。最初は数人で1箇所に集まって1個の新サービスを作る、当時ハテナって、2005、6年ってなんかハテナなんとかみたいなサービスをポコポコと出してた時代なんですけど、その頃はそういう感じで、一つのサービスを作るための合宿ってやったんですけども、その後いろいろ変遷がありまして、社員もどんどん増えていったので、たくさんで、合宿に行って、複数のチームで分かれていろんなものを作って、で最後コンペティションをして、一等賞を決めましょうみたいな感じの風にだんだん変わっていきました。で最近の基本フォーマットは、2泊3日で片道 2、3時間ぐらいの宿泊施設を抑えて、で初日にチームビルドをして、何作るかみたいな。で開発を開始して、で3日目の最終日に、午前中ぐらいで開発を打ち切って、で、成果発表会ということで、みんなでプレゼンをして、でこんなのできましたよみたいなのを見せ合う、でその後投票して1等賞を決めるみたいな、これが基本フォーマットになってます。で、合宿の何がいいのかっていうと、新サービスを作るとかそういった、普段の開発とは違う非連続な開発ができる、これが一番大きいかなって思ってます。でそれに加えて、
まあ、普段の日常業務から離れて、まあ、集中して、まあ、そうですね、まあ、ウェブサービスやってると運用の仕事とかもありますし、なかなかこう普段集中しようと思っても仕事が細切れになったりしちゃうと思うんですけども、そういうのを離れて、まあ、いつもと違う場所で集中できると。あとはその普段のチームと離れてチームビルドとかをすると、まあ、日頃業務の接点がない人と一緒に開発ができたりとか、で、まあ、そういう特別な場所に行くっていうお祭り感とか非日常感みたいなところで、まあ、モチベーションの向上にもつながっているなと、まあ、非常にいいことづくめかなというふうに思うんですけど、まあ、逆に良くないところもあってですね、まあ、大体合宿所とか行くと回線が良くなかったりとか、まあ、大型ディスプレイで開発したいけど、まあ、なかったりとか、まあ、アーロンチェアが揃ってる民宿とかそういうのはないので、その良くない。あと、まあ、非日常感で飲みすぎてしまって逆に効率が下がるとか、あとなんか異常にテンションが上がって寝ないで開発し続けちゃって体調を崩すとか、まあ、そういった良くない面もあるんですけど、まあ、僕はそこら辺も含めてすごい合宿が好きで、なのでハテナでよく僕が合宿の企画をしています。なので今日は合宿の準備のノウハウをお教えしますので、皆さんも会社で合宿を企画してみてください。まあ、合宿大事なのは企画とテーマ決めで、まあ、何でもいいから新サービス作りましょうとかでもいいですし、なんかとにかく儲かるサービスとか、まあ、そうですね、まあ、はてなの場合、まあ、いくつか、テーマを決めてやったりします。でその後そう、まあ、大人数が移動すると結構その、まあ、荷物を運んだりそういった人手も必要になりますので、幹事も決めて、まあ、宿と食事の手配をして、スケジュールとか工程表、旅のしおりを作成して、事前に必要なものを買い出したりとか荷物の発送みたいなものを、まあ、やります。で、宿選びのポイントっていうのがありまして、まあまあ、まず大事なのは有線無線 LAN 環境があるかっていうところですね。インターネット環境で、あと大事なのは一日中作業できるかとかで、ホテルとかですと、まあ、いっぺんチェックアウトしてなんか昼間は使えませんよって言われたりとかするので、まあ、例えば会議室使わせてもらうとか、まあ、昼間も使えるように交渉するみたいな。あと椅子ですね、民宿みたいなところでやると、机椅子がなかったりとかして、まあ、座椅子でその和室でとかになると、なんか3日間和室でやってると非常に腰を痛めたことがありましたので、まあ、そういった環境も気をつけてください。で、まあ、最後イベントでその成果発表会とかするんだったら会議室とかプロジェクターみたいな手配も必要ですし、あと、まあ、お酒とか大量に飲みたいので持ち込み可能ですかとか、冷やせる冷蔵庫ありますかとかみたいなのも地味に大事ですね。お酒は大体途中で切れるので近くにコンビニがあるかっていうことが大事です。はい、だんだん実務的な話になってきますけど、準備物としてまず機械ですね、機材ですね、まあ、無線 LAN ルーターとかハブとかも必要ですし、できれば VPN、 ハテナの場合は、まあ、開発環境とかに接続できると、その開発環境のデータとかを使ったも、新サービスの企画開発とかもできるので、まあ、VPN で、会社の、開発環境とつなげたりとかをしたりしています。あと電源タップとかたくさん持っていくに越したことはないですし、まあ、プロジェクターとかこの辺の荷物が大きくなってきたらレンタカーを借りて、でもうディスプレイもたくさん運ぼうぜみたいな感じになったりします。あとは飲食ですね、お菓子、軽食、あとソフトドリンクは非常にたくさん持っていくといいです。だいたいこうホテルとか乾燥しているので、いつもよりたくさん消費します。あとお酒はまあ必要に応じて、でゴミ袋も紙コップ、紙皿、割り箸、だんだんとちょっとどうでもいい話になってきましたけど、あとは、企画ですね、この後話しますけども、例えばその何を作るかっていうところでチームビルドのためのイベントをしたりとかするんだったら、まあ、模造紙とかペンマーカー、付箋、メモ用紙みたいなのを用意してみたりとか、あと、まあ、1位を決めるんだったら賞金とか商品を出そうぜみたいなのをやってみてもいいかなと思います。商品の字を間違ってた。で、開発合宿のバリエーションをお話ししますけども、アイデアソン、チームビルドを複数会場で開催し、参加者を巻き込む。この辺はハテナで実際に試してみたいろんな工夫なんで、まあ、合宿も毎回やってるとマンネリになってくるので、いろいろ手を変えしないか品を変えみたいなことをやってます。まずアイデアソンですね、こちらはですね、まあ、事前にアイデアを募集してコンペティションを、で参加者を集めてチームビルド、このようにすると、例えばその、まあ、開発者エンジニアデザイナーはまあ物が作れるので開発合宿に参加しやすいんですけど、まあ、それ以外の職種の人も面白いアイデアを持ってたりとかするので、そういう人たちも含めて、アイデアを出してコンペをやったりとかして、でそれで、まあ、賛同者が得られたアイデアに関しては合宿で作ってみよう。そうすると、ハテナですと例えばサポートの方とか、営業の方とかが、アイデアを出して実際に合宿に行ったこととかもあります。で、まあ、そういうアイデアだけのコンテストみたいなのをやってみるのは、まあ、合宿ではないですけど社内イベントとしては面白いんじゃないかなと思っています。まあ、こんな感じですね、これはなんかちっちゃい紙を持ってますけど、自分のアイデアをまあまとめて A4 1枚ぐらいにまとめて、それを発表して、で、それに対して、まあ、付箋がついてるのはそれに対して意見が出たものとかですね、でそのこれに、まあ、この後このこれどこのチームにつくかみたいなのをやって、まあ、人気がないアイデアはボツになって、別のチームに参加してもらうと。
あと複数会場で開催っていうのも、やってまして、まあ、結構日程の都合がどうしても合わないけど合宿はまあ一部でも参加したみたいな人がいたりとか、まあ、環境が変わるのを極度に嫌がる人がいて俺は絶対アーロンチェアじゃんと仕事しねえみたいな人がいたりとかまあいるので、この間は、去年やった合宿なんですけど、まあ、京都にハテナオフィスがあるんですけど京都オフィスでも参加できます。で、あとまあ合宿場みたいなところにも行って、まあ、同時開催したりとかして、まあ、そうすると、オフィスに残った人の分の交通費や宿泊費の経費節約効果もあるので、まあ、これは結構うまくいったかなというふうに思ってます。あと成果発表会、さっきも言いましたけど、まあ、各チームの成果を最後コンペティションプレゼンをするんですけども、ここに合宿費参加者を巻き込んで、例えばテレビ会議とかユーストリームの設備を使って、まあ、オフィスにも中継して合宿に参加してない人もその、まあ、合宿でどんなものが作られたかっていうのをまあ、見てみたりとか、まあ、もしくはもう会社に戻っちゃって、発表会は会社の中でやっちゃうって。で、一番ひどかったのはこれは2007年にやったんですけど、家族も、呼んで最後社員旅行にしてしまうっていうのをやったんですけども、はい、これは実際の事例です。まあ、開発合宿なんですけど家族と彼氏彼女も参加して OK ですって言ったなんか時があって、その時は社員22名が参加したんですけど、さらにそれに加えてその社員の家族が16名来て、さらにそのうちの子供は8名いたっていう感じで、表正面では真面目に成果発表してるんですけど、後ろでは子供が大暴れしてで、まあ、家族みんなでこうこれが面白かったみたいに投票とかして、まあ、結構配偶者が親がどんな仕事をしているのかの一端に触れられたみたいな、すごい家族からは高評価だったんですけど、もうカオスすぎてもう二度とやるかみたいな感じになりました。あとはこれもこの間の合宿でやったんですけど、合宿の様子を社内グループやで実況中継、まあ、実況って言っても動画じゃなくてテキストとか写真で、まあ合宿のテンションを一部オフィスにお届けしようっていう活動をしてですね、まあ、こんな感じで社内グループやに写真を上げたりとかして、僕のキーボードがジャスミンティーを飲んで一部キーが効かなくなりました、はい、それをまだ使ってるんでちょっと外付けキーボードを使ってるんですけど、はい、まあ、こんな感じで、これは時間合宿新聞って名前付けたんですけど、 SF 大会っていう大会で、まあ、毎時新聞を出してるという企画があって、それを真似して、まあ、1時間に1回合宿の様子をお届けするみたいな感じですね。で、この合宿すごい部屋が寒い寒いって話題になったんですけど、21時にどうもエアコンがついてなかったということが分かって、あ、ここ笑うところだったんです、すいません、はい、まあ、ついにエアコンが始動し始めて、みんななんか部屋の中なのにダウンとか着始めて大変だったんですけど、難を逃れました。で、あとはなんか参加者にこうインタビューをしたりとか、はい、でだんだん夜も更けていったのでお酒を飲んでる人にもインタビューをしていったりとかしたんですけど、はい、でだんだん、まあ、そうですね、僕とかすごいテンション上がって夜中まで酒を飲んで行動を書き続けてるんですけど、まあ、人常識のある人はだんだん寝てしまうので、最後には誰もいなくなって椅子にインタビューとかをして、まあ、こういう異常なテンションも含めて、まあ、オフィスにお届けするといいのかなみたいな、まあ、でそんなことしながらこう合宿中にリリースをする人とかがいたりとかして、まあ、これは合宿ユーザー向けにリリースされたのはまあ合宿が終わった後ですけど、まあ、こういったそのまあ、実際に合宿で作ったプロダクトがまあリリースされたりもしています。まあ、こういうその実況中継の結果はまあ非参加者も好評だったんですけど、まあ、僕が一人でずっとこれやってたんで、なんかほとんど毎日寝ずにひたすらくだらない写真とテキストを上げ続けたんです。すごい大変だったって感じですただこの回の合宿感想はすごい好評で、次回参加したいですかって言われたら、まあ、参加者の 70% が参加したい、まあ、参加したくないって言った人もいなかったみたいな感じで非常に盛り上がってよかったです。ということで、まあ、開発合宿が非常に盛り上がるし、まあ、演者のモチベーション上がりますし、楽しい、まあ、でも結構準備とか、まあ、コストもかかりますので、まあ、企画とか準備とかをしっかりやって、まあ、今日の発表を参考にしていただいて、まあ、各社さん、独自の工夫なんかも、用いて会社を盛り上げていただいて、で、まあ、こんな合宿やりましたよみたいなのを、まあ、ブログとかに書いていただくといいのかなというふうに思います。はい、短めですけど大体終わりなんですけど、ちょっと宣伝をさせてください。ハテナブログというサービスを作ってます。ブログを書くまでがヤップシアジアと、ゆうすけべさんもおっしゃってましたが、そんな、ブログの感想、ヤップシアジアの感想を書くのに最適なブログハテナブログっていうのを我々やっておりまして、まあ、マークダウンやコードを貼り付けできたり、ツイッターやギストや、まあ、ピクシブの画像なんかも貼り付けやすくなっていますので、ぜひご利用ください。あと、新しいアプリケーションパフォーマンスマネジメントのソリューションということで、サーバー管理ツールマカレルっていうのを作っています。もうじき、正式リリース予定ですので、まあ、導入しようか検討してるみたいな方は、説明させていただきますし、会社にも、ご説明に上がりますので、僕なんかに気軽に声をかけてください。
はい、あと宣伝が続きますけども9月17日に、テックコンパスっていうイベントで、IT エンジニアが地方で働くということで、まあ、我々はてな、京都でエンジニアをやっている人間が多いんですけども、まあ、そういう地方でエンジニアをが、働くで給与とかワークライフバランスかみたいなパネルディスカッションに参加させていただきますので、こちら今参加者絶賛、受付中ですので、興味ある方は、はい、どんどん宣伝していきますけど、はい、という感じで一緒に開発合宿に出かける仲間を、いつも募集してますし、最近東京採用もやってますので、この後気軽に声をかけてくださいということで、発表終わりますけど、何か質問とかある方はどうぞ。大人数で合宿に行くとなると、例えば、あのなんかその例えば運用の人をあの残しておけるかとか、はい、例えばそのそういうふうな話も含めてですね、なんか結構その、まあ、本番以外の部分 の, その前の段取りが結構大事になると思うんですけど、そこら辺で何か工夫されていることっていうのはありますか？そうですね、結構、まあ、運用の人も、まあ、なるべく参加してほしいので、まあ、積極的に募ってはいて、で、まあ、実際それでトラブル起きたりもしなくはないんですけども、まあ、完全に、まあ、うちの場合ですとやっぱ人数もそれなりに多いんですので、例えば運用の人間も全員が行くってことはほぼないので、そこはまあ大丈夫なのかなっていうふうに思ってます。そこはなんか去年行ったから今年はとかそんな感じ？そうですね、まあ、そこら辺はちょっと運用でカバーみたいな感じです。わかりました。他に質問ある方？合宿の期間とか、これまで最長でどれぐらいだったとか、大体平均的にどれぐらいかみたいなことって教えていただけますか？そうですね、ほとんどの場合は2泊3日っていうスタンダードな、プランでやってるんですけども、最長ですと一度ちょっと調子に乗って弊社アメリカオフィスっていうのを展開したことがあって、はい、その時、まあ、アメリカ合宿っていうので、まあ、日本のスタッフがアメリカに、その場合は結構往復の時間もかかりますので1週間ぐらいの合宿をしたりとかして、はい、そうですね、サービスを作ったりしてました。ありがとうございます。他に質問ありますか？すいません、サイクルってどれくらいの期間ごとにやってるのか？はい、基本的には半年に1回やろうというふうに思ってるんですけども、まあ、結構最近はまあ、いろいろタイミングが合わなかったりとかして、まあ、少なくとも年1回はやろうと思ってますが、まあ、1年以上空いたこともありました、はい、でも基本は半年1回と思ってます。ありがとうございます。そうそう、最後の質問かな。ハテナブログ、ハテナブックマークの他にですね、合宿で生まれたプロダクトがあるかもしれません。はい、合宿で生まれたプロダクトはすごくたくさんありますが、そうですね、ただ終わったサービスがすごく多いんですよね。返答に窮してしまう。終わったプロダクトで良ければ、例えばハテナアイデアとかハテナマップ、ハテナ RSS、まあ、ハテナリングとか、かなり、まあ、2006年前後ぐらいに出てたサービスはかなりの率で合宿で作られたものが多いですね。じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。